久保さん、依存症の原則みたいにしましょうか <laughs> あの。僕はのび太くんのね、あのセリフが好きなんですけど、どうして未来,未来人は未来のこ、未来の人たちは UFO に乗るのいや、未来の人たちは、便利なのみ乗り物ができたから、乗り物に乗らなくなっちゃったんだよ。だから歩けなくなっちゃったんだよ。へえなんか便利になるのもなんだね、みたいなね。 どうすかね、新幹線依存症、飛行機依存症、車依存症、UFO 依存症 <laughs> これをね、依存と,依存というくくりにするのかしないのかっていう、ただそれだけだと思いますね。うんまあ,もあの、なんすかあの、言葉の定義というかうんこの前ね、あの僕がタバコを吸っちゃったみたいなね、1ヶ月禁煙して吸っちゃったって言って、で僕のファンの人がね、吉田さん。 頑張ってください。また頑張ってください。と。僕は一日二箱半吸ってました。と。二箱半ってめっちゃヘビーですよね。僕二箱半吸えないですね。二箱半も一日吸ったら結構死んじゃいますね。だけどやめました。と。で、禁煙歴21年です。できますみたいな。すごいですねみたいな話をちょっとしてたんですけど。だから、多分僕より依存してますよね。二箱半。僕二箱半も吸えないです。 だけどやめられるっていう。だからそれを、まあアド、アドラ心理学で言うならば、トラウマはない、存在しないみたいな。トラウマのせいにしないみたいな。うん。だから、依存症っていう言葉に甘えてしまう。依存症っていう言葉のせいにしてしまう。トラウマというせいにしてしまう。っていうのは人間の、まあ、あれなんじゃないかなと思いますね。うん。だから、あの、なんすか。 そのせいにするかしないかっていうところじゃないですか、依存症っていう言葉だから昔、うつ病っていうのもなかったんだけども、みんなうつ病ですよ、多分戦後ね、焼け野原で、うつ病でしかないじゃないですか、何もないわけですよ。もう、お先真っ暗というか、まあ、ね、広島、真っさらみたいなこの、この先どう生きていこうっていうね、みんなが思ったと思うし、ううつ病ですよ。だけど、そんな言ってられないですよね、うつ病で働けませんみたいな。 生きるのに必死で、で、みんな頑張って、高度経済成長を遂げて、って話で。だから、あの、これデータも出てんのかわかんないですけど、うつ病っていう病名ができ,できてからうつ病が増えたみたいな、<laughs> なんかそういうデータもあるっぽいですけどね。うん。だ結局、その、なんすか、そのせいにすると、楽っていうことですね。うん、確かにその、なんすかね、あの、 医者,医者というかその病名みたいなのはうつ病という病名はあるかもしれないけれどもアルコール依存症っていう病名はあるかもしれないけれどもニコチン依存症という病名はあるのかもしれないけれどもそこに甘んじるのか甘んじないのかっていうのがあれなんじゃないかなっていうまあそれを依存症の、まあ、せいにするのかしないのかっていうそうね まああの、これを依存症と言っていいか分かんないですけど、ね、あのー、女性の一人を愛する、一人、一人に依存するみたいですね。だから結局、その、いろんなところに依存っていうのはあると思うんですよね。うん、会社に依存するとか。会社依存症ですよね。そう。なんかその、独立したいとこんな会社辞めたい。いつか独立、ネットビジネスで成功したい。 以前お客さんでね、あの、ネットビジネスを始める理由が、あの、将来その、会社辞めてね、自由になりたいっていうところでネットビジネスを始めました。だけど、ちょっと経ってから、吉田さん、すいません。ちょっとあの、会社に影響出てきた、ネットビジネスを始めたことによって、会社に影響出てきたんで、仕事に影響出てきたんで、ちょっと一旦休憩しますみたいな。まあ、これも会社の依存っすよね。会社依存みたいな。うん、言い換えるならば。本来はこう思ってるけど、 依存してますよね給料に依存するというかうんだからもうほんとねいろんなところに多分依存ってあると思うんですようんそうは思ってるけどもそうなるっていうねうんだからここで大事なことはじゃあそこに甘んじないにはもう確固たる強い意志が必要かなと思いますねうん僕も1ヶ月喫煙して、まあ、あのまあまあ頑張ったんですけどただ目の前にねタバコがあって 甘いちゃいましたね。一本ぐらいいいや、みたいなね。<laughs> 折れちゃいましたね。そう。でも美味しかったです <laughs>。やっぱ一ヶ月辞めた後の、禁煙してる時の、このなんか一服、なんか美味しかったですね。これ、こういうのを一言で、相田光夫さんはね、人間だものっていうね。人間だもの、みたいな。 だからこの人間だものもいろんな捉え方ができるんじゃないかなと思いますよね。うん。でも、相田光夫さんの人間だものはね、全部を包み込んでしまう魔法の言葉なんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> うまいなと思いますよね。うんう。僕もネットビジネスに依存してますからね。うん。ネットなかったら無理ですよ、もう。無理。<laughs> ネットありがとうですね。 うん、だどこに依存するのかっていうのも結構大事かなと思いますね。なんかこあの昨日ねちょっと収録してて本田圭佑さんの「環境にこだわれ」みたい欲望を解放して環境にこだわれ」みたいな近畿大学の卒業スピーチがあって、まあ、それを元にまに、あ、収録したんですけどもその「環境にこだわれ」っていうのもどんなとこのどの環境にまあ依存っていう言葉が当てはまるかわかんないですけどもだからぬるま湯。 コンフォートゾーンから抜け出して、その厳しい環境に行くと。うん、で、こっちで、そのぬるま湯で依存してたら、成長はなかなか難しいよっていう話で、うん。やっぱ自分を成長させたいんだったら、まあ、筋肉で言うならばね、筋肉をつけたいと思うんだったら、今までの生活に依存していたら筋肉はつかないですよね。だから重いもの負荷をかけて筋肉を壊さないと、筋肉ってできないんですよ。うん、まあそれは誰もがわかることで。 筋肉ぶっ壊すことによって創生されてふあのでかくなっていくわけじゃないですか。だから厳しい環境に行かないと成長しないし。うん。まあ依存はいろいろあります。いってらっしゃい。